はい、どうもおはようございます、ベルプリです。今日は30系アルファードベルファイア専用設計のグッズなんですけれども、今までねご紹介してきたものに対するちょっと派生型ができましたのでね、ご紹介させていただきます。まあ、細かく分けると6種類になるんですけれども、こういったものですね。これはアンブレラフック、最近出したものバージョン 2.5 の派生型、そしてこちらがスマホホルダーですね。以前はタイプ S として出してたんですけれども、こちら今回からタイプ K という形で出てきます。こちらはマグネットタイプですね。まあ、つける場所によってちょっと細かく分かれるので、合計6種類となりますので、一つ一つ詳しくねご説明していきますので、よろしくお願いいたします。まずは1点目、こちらスマホホルダータイプ AK プラスになります。まあ、プラスと名が付くのはね、ここにフックが、充電ケーブル用のね、フックをつける部分がついているので、まあ、プラスになりますね。ついてない場合はタイプ AK となりますね。まあ、値段は150円ほど違うんですけれども、まあ、こんな感じになります。あとちょっとご注意いただきたい点があるんですけれども、今回ねタイプ AK になるんですけれども、同梱が不可です。他の商品と一緒にセットにして発送するというのがちょっと難しいというか、まあ、なぜかというと、この部分のパーツなんですけど、まあ、この部分ですね、この部分からこのネジみたいなところをね回すとこまでの距離がちょっと30をね若干超えるんですよね。ただ直接黒猫ヤマトの営業所に持ち込むことによってなんとか発送が可能なんですけど、他のものとね一緒に合わせてしまうと厚さをね測るやつを通らない可能性がちょっと出てきますので、まあ、この商品だけタイプ AK とか、あとからご紹介するタイプ TK ですね、その辺も同梱不可になるので、その点だけねあらかじめご了承ください。まあ、その他に関しては今まで出してきた、タイプ AM とか、あとタイプ AD と全く一緒です。で、付属するものは、まあ、見ての通りこういった内容になりますね。で、取り付け方法なんですけど、到着しましたらこの吸盤ですね、この吸盤ちょっと見えにくいですね、この吸盤のこのつまみの部分を必ずこの外側に向けて中の方に入れて M3 のこのボルトで固定してください。長さはすべて 15mm のものです。まあ、こちらもそうですね。で、こちらもちょっと注意点なんですが、ワッシャーがありますので一緒に入ってますので、そちらを必ずこっち側からですね、外側にしてしまうと何も意味がなくなってしまうので、こっち側からワッシャーを入れて固定してください。そうすることによってかなりその強度と安定性が増しますので、まあ、こんな感じでね固定していただければなと思います。まあ、固定する力加減なんですけど、やっぱり根元の部分をね、六角レンチの根元を持ってギュッと締めるぐらいでいいと思います。あまりギュギュやってしまうとねプラスチックがやれてしまいますので、まあ、その点だけはねご注意ください。あとこちらの締め加減ですね、こっちとこっちと、あとまあタイプAK プラスの場合のこちらのボルトの締め加減なんですが、これは本当軽くでいいと思います。まあ、こっちだけはちょっとね強めに締めないとこのボールジョイントがね動いてしまう可能性があるので、まあ、こっちはちょっとギュッといく必要があるんですけれども、他のものは本当止まってればいいレベルです。取り付け方法は至って簡単ですね、いつも通りです。ただこれをもう貼るだけなんですけど、ちょっとねここの傷、あとはね跡が気になる方、ちょっと私のこれ見えますかね、あ光っちゃって見えない、ちょっと今ねクッションというかこの吸盤の跡がついてるんですけれども、まあ拭いてしまえばね綺麗になくなってしまうんですが、気になるという方向けに、プロテクションフィルムはねつけてるんですけれども、プロテクションフィルムをつけることによってね吸着力が弱まる可能性もちょっとねありますので、まあ、その辺はちょっとね選択していただければなと思います。私はちょっとつけずに行ってますけどね、確かに跡はつくんですが、まあ、拭いてしまえばパーツクリーナーかなんかで拭けば綺麗に落ちてしまうので、まあ、その辺はねちょっと気にしてません。あとは取り付けるだけなんですけれども、本当にただねこうつけるだけですね。これで終了です。で、これ挟み込むタイプなんですけれども、ここの幅ですね、まあ、どの程度の幅までが可能かというと、下は 65mm から最大 90mm だそうです。箱にそのようにね書いてました。厚さの方は、これ私のスマホiPhone の12なんですけど、これがまあちょうどいいぐらいですかね。で、取り付け方法はこんな感じです。片手でこんな感じで持ってたんですけど、片手でこうやってパチンと入れるだけです。これで終了ですね。セットもスマホの取り付けも非常に簡単です。こんな感じで簡単に横にもできますね。この動き具合なんですけど、後ろのこのここですね、これの締め具合で調整は若干できます。ギュッと締めるとね本当硬くなりますね。これぐらいがいいかなっていうところで、私はこんな感じにしてますね。こちらがまず1点目になります。スマホホルダータイプ AK、 これはプラスですね。
このフックがないやつはタイプ AK となります。これがまず1点目です。2点目はこちら、スマホホルダータイプ AD バージョン 2.0 プラスになります。先ほどの AK と一緒で、こちらにね、フックがつくタイプはプラスというのがね最後につきます。以前からタイプ AD バージョン 1.0 は出てるんですけれども、このマグネットの部分ですね、あれはもう固定式になっていて、こういう感じでボールジョイントで、まあ、向きをね決めることができなかったので、今回ねこういうボールジョイント式のものをね、追加しました。まあ、取り付け方法、組み立て方法に関しては先ほどのね AK と全く一緒です。まあ、こんな感じでね取り付けるだけですね。これで取り付け完了です。タイプ AD なんですが、スマホの本体またはケースにこういったね鉄板、これ両面テープか何かついてるんですけど、それをね貼ることが必ず必要となります。まあ、今時スマホ本体にね直接こういうものをねシールで貼るって方はほとんどいないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私の場合はねこういう感じでちょっと別な鉄板ですけどね貼ってます。まあ、こんな感じでケースの裏側ですね、内側に入れるわけではなく外側にこういう感じで鉄板を貼ってください。あとはもう取り付けるだけです。こんな感じですね。でマグネット式なので、まあ、向きをね変えるのもね非常に、まあ、自由というか、あとはボールジョイント式ですので向きをね変えるのは自由なんですけれども、貼った状態で変えるというよりかはここで少しね向きを調整してから取り付けてください。直接やろうとするとねちょっとねあまり具合が良くないので、どうしてもね向きを変えたいなっていう時は直接このマグネット部分を持って向きをね調整してみてください。最後にこれはスマホホルダータイプ A から始まるものすべてに共通してるんですけれども、この吸盤なんですが、まあ、日のね当たるところで使ってますんでね消耗品と、考えていただければなと思います。この商品なんですけど100均のセリアさんに売ってますので、まあ、それを使ってます。またね私のヤフオクでも販売してますけど、送料がねかなり乗っかってしまっているので、直接セリアさんの方でもし、ね、もう使えないなと思った場合はそちらの方でね、ご購入いただいて交換していただければなと思います。あとは吸着が悪くなった時なんですけれども、そうですね、私もなんだかんだでもう1年以上使ってるんですけど、1年ぐらいではね大丈夫だと思います。ただあれ貼り付かないなと思った時は大体そのゴミとかホコリが原因でその中にね空気が入ってしまって外れるという、まあ、そんな現象が起きますので、まあ、こちらの方とあとこの取り付け面ですね綺麗に拭いて、まあ、それから再度ね貼り直してください。それでまた吸着力がね復活すると思います。3点目になります。スマホホルダータイプ TD バージョン 1.0、こちら先ほどのタイプ AD バージョン 2.0 のマグネットをそのまま使ってますね。取り付け方法なんですが、この3つの吸盤はすでに取り付いてます。あとはこのボールジョイントの部分ですね、 15mm のボルトが入ってますのでここをね取り付けてください。まあ、締め加減は先ほどと一緒で六角レンチですね、この六角レンチのこの部分を持ってギュッと締めるぐらいで、こう絶対こういうふうにはねやらないでください。ものすごい力がかかってしまってプラスチックやられてしまいますので、この付け根の部分を持ってギュッと締める程度ですね。あとはマグネットの部分なんですけれども、この部分ですね、この部分は締め加減によってこの頭の動き方が変わりますので、その辺はうまく調整してみてください。取り付けは至って簡単ですね。この小物入れのところですね、ここに取り付けます。位置はねどこでもいいんですけれども、お好みなんですけれども、まあ、下の方にねいつも私はつけてますね。でなおかつ向きなんですがこんな感じです。まあ、こうつけてもいいですし、こうつけてもいいんですけど、ちょっとねシフトノブから少し離すような形でいつもつけてますね。こんな感じです。そしてタイプ AK と一緒でやはりスマホ側に鉄板必須です。でこの状態で、取り付けますね。ここです。向きの方は、まあ、自由ですね。こちらのタイプ TD なんですが、スマホの位置がかなり低く抑えられているので、シフトノブですね、これを移動しても全くねぶつかる要素はないです。どんな持ち方してもねぶつからないですね。まあ、こんな感じで少し向こう側に向けて取り付ける必要はあるんですけど、そうすることによってね全然気にする必要はないですね。4点目になります。スマホホルダータイプ TK バージョン 1.0 ですね。
こちら先ほどのタイプ AK と一緒で他の商品との同梱セット割が不可になっています。まあ、このホルダーの大きさですね、ちょっと発送するには怪しいところですのでね、まあ、直接黒猫大和の営業所に持ち込んで確認をするんですけれども、他の商品と一緒に入れることができませんので単品販売となりますので、その点はご了承ください。取り付け方法に関してはタイプ TD と全く一緒ですね。まあ、吸盤は最初からついてますので、あとはこの部分、ボールジョイントのところだけをね、ネジ締めしてください。その際六角レンチなんですけれども、持ち方注意ですね、短い方の根元を持ってキュッと締めると、あとはこちらホルダーの方のこの部分、この回すところがあるんですけど、ここですね、ここの締め具合で頭の振り方調整できますので、その点はね、使いやすい締め加減でご使用していただければなと思います。あと本体というか、この小物入れの扉に取り付ける取り付け位置はね、先ほどとまあ一緒というか、私はやはりこの下ですね、下で、なおかつこのホルダーを少し向こうに向けるような感じで、まあ、こうやってもいいんですけど、なんかこっちの方がいいかなと思って、いつもこの辺でつけてます。本当ね、ペタッと貼り付けるだけですね。あとはスマホ、まあ、片手でいけます。こんな感じですね。でこちら先ほどのタイプ TD と一緒で、結構ね、高さ下に抑えられているので、まあ、ほとんど、ね、当たることはないですね。手で若干ですけどね、この辺が少し触れるかなっていうぐらいで、ほとんど、ね、邪魔にはならないですね。低く抑えられています。スマホの取り付けは片手で十分できるんですけど、外すときは両手でやる必要があります。ちょっと片手だとね、難しいと思います。あと取り付けられるサイズは先ほどのタイプ AK と全く一緒で、スマホの幅なんですが 65mm から 90mm のものですね。厚さはこの iPhone の12ぐらいの厚さがベストかなと思います。それを超えても確かにホールドはできるんですけど、例えばそうですね、手帳を使われている方とか、どうしてもね、厚さが増してくると思うんですけど、まあ、なんとかね、ホールドはできるんじゃないかなと思いますね。5点目はアンブレラフックバージョン 2.5 の左右兼用タイプですね。これもフックは本体についてるんですけど、なんとこっち側にも取り付けがあります。ということは、まあ、反対側をつけるとね、これは今助手席側に設定してつけてるんですけれども、運転席側でも使用できます。まあ、2個必要ない、ただ1個だけ欲しいなという時に、右にしようか、そう左にしようかっていうね、悩みがこれでね、解消されます。どちらでもこれで、ね、使うことができますね。まあ、取り付けは今までやっていた通りなので非常に簡単です。まあ、このバージョン 2.5 の場合は少し、ね、きつめに作ってあるので、まあ、こんな感じで落ちません。まあ、馴染んでしまうと少し、ね、緩めになるかもしれないんですけど、あとはこうですね、挟み込んで、で電ドルで私は締めます。ボルトが落ちちゃいました。ボルトが落ちなければね、片手でも全部できました、ね、これで取り付け完了です。あとは傘ですね。 15mm から 17mm というのは以前ご紹介した通りなんですけれども、まあ、こんな感じです。フックの部分とシートとのこの間なんですけど、隙間はねこれぐらいになってますね。少し以前のものより幅が増したんですけれども、まあ、ぶつからない程度になってます。六角レンチで締める際なんですけれども、この柄の部分ですね、この柄の部分を持ってキュッと締める程度でいいです。ぎゅうぎゅう締めなくても十分締まりますので、締めすぎにはねご注意ください。最後6点目になります。アンブレラフックバージョン 3.5 左右兼用タイプですね。先ほどの 2.5 と全くこのフックの形状は一緒です。どちらでも使えるようにね、左右にネジがついてます。あとやっぱりこのいつもお伝えしている通りなんですけど、ボーヒーグリップまたはね、これ本革なんですけど、本革のグリップなんかは特に柔らかいので、取り付けているところにねこういった感じで跡がつきますので、その点だけはね、ご了承ください。取り付けるとこんな感じになります。このバージョン 3.5 とか、あとバージョン 3.0、間にシャフトが入っているタイプなんですけど、ちょっと片手ではね取り付けるのが無理なので、今ね、電ドルでつけちゃいました。で、傘をこんな感じで。まあ、付け方はいろいろ自由だと思います。こうやってつけてもいいですし、あと下の方にまでね落としてもいいと思います。あまりつけたくないなっていう場合は、先ほどの付け方、つけてもいいなと思えばね、こういう感じでもいいんじゃないかなと思いますね。あと取り付ける向きなんですけど、この斜めにカットしてある部分が向こう側に向きます。向こう側というか上ですね。これ逆にしてしまうと、取り付けのこの傘の角度が
変わってしまいますので、これ7度ぐらいね向こうに傾くようになってます。こっち側に手前の方にね傘が向かないように少しね向こう側に向くようにしてますので、この斜めにねカットしてあるところを上に向けて取り付けてください。向こうに取り付ける場合はこちらですね、こちらをアンブレラフックの本体につけるという形になります。というわけで今回は 30K アルファードベルファイア専用設計のグッズですね、スマホホルダーやあとアンブレラフックなどをね、ご紹介させていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。